はい、 J チャンネルです。今回はギターコードのね押さえ方ですね。初心者の方もね結構増えてきたので、まあね初心者向けのギターコードの、まあね、押さえ方という感じでやってみたいと思いますがね、C をねやってきたんで C に関連したやつで C メジャー7という、CM7 とか7とか言って、C メジャー7という、C コードはね C に関連したのがあるので例えば C ですね C、一本こう人差し指を離したら C から C メジャー7になりますね。で6弦は見ようとしますね。こんな感じですね。5弦から弾くと結構ね僕この雰囲気は好きなんですよ。 C メジャー7と F メジャー7のこの組み合わせがすごい僕は好きですけど、僕はこんな感じで弾いてますね。薬指はこのねミュートして弾いてるのはこうですね。こうです。こういう感じで弾いてますね。なんかどっちでもいいですね。今回からね見方を少し変えて、指のアップと、ダイアグラムですね。コードダイアグラムのアップにしてまあ説明をしてみようかなと思ってるんですけどね。まあ試験的にやってみたいと思います。スマホで見てる方が多いと思うので、な手のアップがね。あったら分かりやすいかなと思ってやってますのでね、あの感想なんかもね、いただければと思います。今回は C メジャー7ですね。 C メジャー7こんな感じですね。だから5弦から弾きます。右手の方はほとんどまあねなくても大丈夫だと思います。左手の方で、ね、C から C7 C メジャー7からC のパターンと、C から C メジャー7のパターンですね。路地裏の少年という浜田省吾さんのやつはこんな感じですね。 C メジャー7するとこう変化が、ね、この人差し指一本でもねちょっと音が違いますよ。こんな感じでね変化をつけてもらったらいいと思いますけどね。とにかく C と同じように注意することは6弦はミュートですね。薬指でミュートしてもいいし親指でミュートしてもいいです。とにかく弾かない弾かない。これと D マイナー7とか F メジャー7とかちょっとこう幻想的な感じのねブラーン F メジャー7メジャー7が入るとちょっとこう変わってくるんですよ。メジャー7やってみました。ぜひねコードのレパートリーに入れてください。これね結構出てきますのでね、まあ一応簡単な感じなんですぐにできると思いますけどね、ミュートだけは忘れないでやってみてください。はい、C メジャー7やってみました。リクエストがありましたらね、質問とかありましたらぜひねコメントください。 J チャンネル